はい、どうも皆さん、こんにちは、アガールでーす。本日のアガールジャパンの動画はですね、いつもみたいに長野県の地域紹介というか、そういった動画じゃないんで、わざわざ回す必要もないんですけど、ですね、先日、本当、あれなんですけど、こんなの言うのも恥ずかしいんですけど、先日、母親と実は喧嘩をしてしまいまして、それで、仲直りしたいなと思って、その喧嘩をした理由が解決したわけじゃないんですけど、僕の気持ち的にまだこう、ふつふつと怒っているような気持ちもあるんですが、それは置いておいて、まずはこう、許すところから始めるのが大事かなと思って、そんなような動画を撮りたいなと思いました。そうですね。僕と同じように、なんか些細なことで喧嘩をしてしまって、仲直りできないような、そんなような人もいるのかなとかって思ったりして、じゃあこんな動画も回してみようなんて思いました。一応お土産も用意してですね、松葉茶というですね、漢方のお茶なんですけど、とても体にいいお茶ということで、母親にはいつまでも元気で、長生きしてほしいなとは思っているんで、このお茶をですね、お土産に持って母親のところへ仲直りしに行ってきたいなと思います。変な動画、アガルです。